英語学習の時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力そして情報力をどんどん高めていきましょう。今世界ではどんなことが起こっているのか英語で学習しながら英語力と情報力を上げていきたいと思います。まず字幕ありでこのニュースを確認してニュースの概要を捉えていきましょう。その後字幕を使って単語、表現、そしてニュースの詳細捉えていきたいと思います。その後に字幕なしでニュースの詳細理解できるのか学習した単語表現しっかり記憶に残っているのか確認していきましょう。そして NHK ワールドニュースのお手本英語を真似して原稿を音読することによって日本人が苦手と言われているスピーキング力どんどん上げていきたいと思います。英語をたくさん話して英語を話すことに慣れて私たちのスピーキング力もどんどん上げていきましょう。このニュース学習して情報を一通り得た後は What did you learn? Feel from this news? あなたはこのニュースから何を感じてどんなことを学んだんですかということを自分の意見で英語でスピーチするより一歩進んだ実践的な練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。しっかり自分の意見をまとめてそれを英語で相手に伝える実践的な練習もやっていきましょう。駅に休暇チャンネルいいなと思った方はぜひですね迷わずチャンネル登録よろしくお願いいたします。 I try to achieve more than 1000 subscribers。 それではまずこのニュース字幕ありで見ていきましょう。 Let's check this news with subtitles at first。Tensions between neighboring Moldova and Russia are ratcheting up even further. The former Soviet country has accused Moscow of an attempted coup. Now it wants Russian troops gone. Prime Minister Dorin Recean pushed to boost Moldova's defense right before his inauguration. He's part of a new pro-Western government that's angling to join the European Union.Moscow's troops are stationed here in the pro-Russia breakaway region of Transnistria. Recean wants to drive the soldiers out. The Kremlin is warning Moldova to think carefully. Spokesperson Dmitry Peskov says relations with Moldova are already very tense.さあどうでしょうか。字幕代わりにこのニュース見てみましたけれども、ニュースの詳細の意味理解できましたでしょうか。それではですね、原稿を使いながらこのニュースに出てきたポイントとなる単語、表現、そしてニュースの詳細の意味一緒に捉えていきましょう。情報力とそして単語力、表現力一緒に上げていきたいと思います。Tensions between neighboring Moldova and Russia ということで、Tensions 注意ですよね。緊張ですよね。Tensions Tensions ですね。これは緊張感ですね。緊張感が、ロシアと隣国モルドバでですね、ランチングアップ高まっている。ランチングアップというのは増加している、徐々に増加するというんですね。ランチングアップですね。 Even further さらに増加している。 The former Soviet country 前のソ連の国であってモルドバですけれども has accused Moscow、ロシアを非難しているということで an attempt to coup coup ですね。 attempted coup coup というのはクーデターですけれども、このモルドバでクーデターをロシアが起こそうとしていたということで accuse 非難しているということですね。 Now it wants Russian troops gone ということで、そして今となってはですね、このロシアの軍が一部駐在していますけれども、そこから出て行ってくれと、モルドバから出て行ってくれと、まあ、こういう事態になっているということですね。ではですね、ここに出てきた単語表現を押さえておきましょう。テンション、緊張感ですね。そしてネイバリングというのは、近隣の、近所の、近くのという意味ですね。そしてラチニングアップ、ラチニングアップですけれども、徐々に増加するという意味ですね。そして former Soviet country というのは前のソ連の一部の国であったということですね。ソ連邦であったということですね。そして accuse というのは非難するという意味ですね。覚えておきましょう。
そして attempted 試みたということ、そして coup というのはクーデターですね。クーデター、ロシアモスクワがですね、モルドバでクーデターを企てていたということですね。このあたりの単語表現を覚えておきましょう。では次ですね。The Prime Minister モルドバの首相のドリン・リチェンという方ですけども pushed to push Moldova's defense right before his inauguration ということで inauguration というのはですね首相とかになった時にする、まあ、就任の言葉ですね就任演説の前に、モルドバのですね防衛力防衛の権利というものをプッシュ、推し進めていくということを言ってるわけですね。そして、He is part of a new pro-Western government. Pro というのは何々派、何々を好むということですけども、この新しくモルドバの首相になったこの方ですけども、Western government。西側寄りのですね、西側諸国寄りの新しい、首相だということで、That's angling to join the European Union.EU ですね。ヨーロピアンユニオンにジョイン、加入しようと、アングリング。アングルというのは傾いているということですね。モルドバも EU に入りたいと。こういう政権が誕生したということですね。そして、モスクワ's troops are stationed here in the pro-Russian breakaway region of Transnistria ということで、まあ、旧ソ連の国ですから、まあ、飛び地みたいな感じでですね、一部、このトランスニストリア、という地方に、プロロシアンブレイクアウェイ、ロシア寄りの、まあ、地域があって、そこにですね、ロシア軍がステーション、まあ、駐留している状態が今続いているということですね。ではこの部分、覚えておきたい単語表現ですけども、プッシュ、押し進めるという表現ですね。こう、格形になってますけど、プッシュ、押し進めるですね。インアグレーション、まあ、就任、という意味ですね。inauguration、まあ、就任式とは就任、そういう意味がありますね。そして、angling、あ、プロですね。プロ。何々派という意味ですね。pro-Western government、西側政府より、西側政府をプロ、好むという意味ですね。そして、angling to、何々に傾く。angle というのは角度ですから、angling to で何々に傾くという意味ですね。そして、station というのは、駅という名詞もありますけども、動詞でですね、まあ、駐在するとかですね、そこにあるとかそういう意味がありますね。覚えておきましょう。そして、breakaway region。breakaway。breakaway。壊れて離れたですから、まあ、飛び地ですね。pro-Russian breakaway で、新ロシア派の飛び地という意味ですね。覚えておきましょう。このあたりの単語表現覚えておきましょう。では次見ていきたいと思いますけれども。Russian wants to drive the soldiers out ということで、このモルドバの新首相のですね、Russian という方ですけれども、ロシアのソルジャー、軍隊をですね、モルドバから出ていってほしいと。こういう立場を取っているわけですね。そしてクレムリン、ロシアですけれども、warning、警告をしているということで、モルドバ to think carefully ですね。carefully。注意深くいろいろ考えろよと、モルドバにプレッシャーを与えているということですね。スポークスパーソン。まあ、ロシアのですね、報道官のドリトミー・ペスコフという人ですけれども、Relations with Moldova。ロシアとモルドバの Relations、関係というのは、are already, すでに、very tense。とてもですね、tense というのは、tense、緊張しているという意味ですね。tense。tense ですね。すでにとても緊張関係にあるぞと、こう言ってるわけですね。それではこの部分を覚えておきたい単語表現。warn ですね。ここ深呼吸になってますけど、warn、警告を発するって意味ですね。carefully、慎重にって意味ですね。carefully。そして relation というのは関係性って意味ですね。relations with、関係ですね。そして tense というのは緊張って意味ですね。覚えておきましょう。それでは、このニュース全体の意味捉えて、ポイントとなる単語、表現をチェックしましたので、字幕なしでもう一度同じニュースを見ていきましょう。しっかり学習した単語表現、覚えているのか、字幕なしでニュース聞き取れるのか、しっかり、聞いていきたいと思います。では、
Let's check this news once again without subtitles. Tensions between neighboring Moldova and Russia are ratcheting up even further. The former Soviet country has accused Moscow of an attempted coup. Now it wants Russian troops gone. Prime Minister Dorin Recean pushed to boost Moldova's defense right before his inauguration. He's part of a new pro-Western government that's angling to join the European Union. Moscow's troops are stationed here in the pro-Russia breakaway region of Transnistria. Recean wants to drive the soldiers out. The Kremlin is warning Moldova to think carefully. Spokesperson Dmitry Peskov says relations with Moldova are already very tense.さあどうでしょうか。字幕なしで見てみましたけれども、ニュースの詳細の意味、出てきた単語表現、学習した単語表現、理解できましたでしょうか。いろいろな英語を聞いてですね、その発音、アクセント、スピード、まあそういったものに慣れて、わからない単語表現、どんどん覚えてですね、単語力、表現力を上げて、リスニング力も鍛えていきましょう。それでは次はですね、英語を話す練習していきたいと思います。音読練習ですね。日本人、英語が話すのが苦手と言われていますけれども、私は日本に住んでいると英語を話す機会がほとんどないので仕方がないと思います。でもそれで仕方がないと言っているとですね、スピーキング力が全然ついていきませんので、日本にいながら音読練習をしたりとかですね、そしてシャドーイングをしたりして、とにかく英語を話す練習をして英語を話すことに慣れていきましょう。ということで、今から視聴者の皆さんとたくさん英語を話していきたいと思います。口の筋肉が筋肉痛になるぐらいですね、英語をたくさん話していきたいと思いますけれども、やり方はですね、この左側の NHK ワールドニュースのお手本英語を部分部分聞いて、そのお手本を真似して右側の原稿をとことん口に出して英語で話していくという練習を繰り返していきたいと思います。これを繰り返すことによって、どんどん英語を話すことになれますし、そしてですね、お手本に近づいていきますので、どんどんスピーキング力がアップしていきます。それでは左側のお手本英語をまず聞いて、その後右側の音読練習行ってみましょう。Let's speak in English out loud as much as possible. Tensions between neighboring Moldova and Russia are ratcheting up even further. The former Soviet country has accused Moscow of an attempted coup. Now it wants Russian troops gone.では今聞いた英語、右側の原稿をしっかり声に出して音読していきましょう。ではいきます。 Attentions between neighboring Moldova and Russia are ratcheting up even further. The former Soviet country has accused Moscow of an attempted coup. Now it wants Russian troops gone. では次この部分ですね、いきましょう。左側の手本英語。 Prime Minister Dorin RichanPushed to boost Moldova's defense right before his inauguration. He's part of a new pro-Western government that's angling to join the European Union. Moscow's troops are stationed here in the pro-Russia breakaway region of Transnistria. ではこの部分ですね、いきましょう。The Prime Minister Dorin Recean pushed to push Moldova's defense right before his inauguration.He is part of a new pro-Western government that's angling to join the European Union. Moscow's troops are stationed here in the pro-Russian breakaway region of Transnistria. では次ですね、この部分行ってみましょう。左側のお手本英語を聞いて、その後音読練習行きましょう。Recean wants to drive the soldiers out. The Kremlin is warning Moldova to think carefully.Spokesperson Dmitry Peskov says relations with Moldova are already very tense. ではこの部分ですね、音読いきましょう。Lesson wants to drive the soldiers out. The Kremlin is warning Moldova to carefully. Spokesperson Dmitry Peskov says relations with Moldova are already very tense. さあどうでしょうか。視聴者の皆さんもしっかりですね、お手本英語を真似して英語音読しましたでしょうか。口の筋肉がですね、疲れるぐらい、筋肉痛になるぐらいしっか
かりたくさん日本にいながら音読練習とかですね、シャドーイングをしながら英語を話すことに慣れていきましょう。それではですね、このニュースで情報を得ましたので、次は What did you learn? Feel from this news? じゃあ、あなたはこのニュースを聞いて情報を得て何を思ったんですか、どんなことを感じたんですか、どんな情報を得たんですか、ということを自分の言葉で英語でスピーチしていきたいと思います。より実践的な自分の思いを相手に伝える練習ですね。使うのは今画面に映っているこの Google 自動翻訳、英語から日本語に設定をしておいて、このボタン、音声入力による翻訳ボタンを押して英語でスピーチすると、話した英語すべて Google が自動的に文字に起こしてくれます。左には英語、右にはですね、その英語の日本語訳が表示されますので、スピーチが終わった後に自分がどんなスピーチをしたのか、自分の発音、アクセント、使っている単語、文法、表現ですね、そういったものがしっかりと通じているかどうか、英語と日本語で確認することができますので、この Google 自動翻訳、非常にスピーチ練習にはですね、使える無料の学習ツールになると思います。そして、自分の思いを相手に伝えるというのは実践の場で必要不可欠になっていきますので、日頃からですね、このような練習を積み重ねていくと、どんどん自分の考えをまとめるのが上手になりますし、そして英語で話すということが上達していくと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんもトライしてみてください。それでは私がこのニュースを見た後の感想、思ったこと、そして情報ですね、そのあたりを織り交ぜて英語でスピーチしてみたいと思います。Let's speak my opinion in English after I check this news. This news is and according to this news, new government was established recently and that government is pro-Western nations. And according to this news, new government wants to kick outRussian military out of its country because Moldova was a part of Soviet Union, so that some area of Moldova is pro-Russian region and the Russian army is stationed there. But the new Moldova governmentwants to take them out from their country and they want to join European Union. I think Russia make these consequences by themselves. Because of invasion to Ukraine, other small countries like Moldova is very afraid of Russian invasion.It might be possible the target becoming a target after Ukraine. So, old Soviet Union nations is keeping apart from Russia and getting closer to the European Union to protect their countries. So I think Russia made these consequences by themselves. こんな感じでですね、自分のスピーチ、Google が英語と日本語に表示してくれますので、スピーチが終わった後ですね、自分のスピーチを英語と日本語で確認することができます。このボタンですね、音声を聞くボタンを押すと、Google がこの英語を音読してくれますので、自分のスピーチを音で振り返りながら、右側の日本語と照らし合わせて、どんなスピーチをしたのか、意味が通じているのか、そういったところですね、自分の発音、アクセントなんかも確認できますので、非常に実践的なですね、スピーチ練習が、この Google 自動翻訳を使ってできると思います。それでは私の英語スピーチをこのボタンを押して振り返ってみたいと思います。Let's review my English speech. This news is about Moldova and according to this news, new government was established recently and that government is Western nations. And according to this news, new government wants to kick out Russian military out of its country because Moldova was a part of Soviet Union. So that
some area of Moldova is protrusion region and the Russian army is stationed there. But we knew Murdoch, Batgap, Murdoch. Murdoch-backed government wants to take them out from the country and they want to join European Union. I think Russia make this consequences by themselves because of invasion to Ukraine. Other smaller countries like Moldova is very afraid of Russian invasion. It might be possible the target becoming a target after Ukraine. So, old Soviet Union nations is keeping apart from Russia and getting closer to the European Union to protect their countries. So I think Russia made this consequences by themselves. I think this opinion is right. まあ、こんな感じでですね、自分のスピーチ、英語と日本語で確認できますし、あとこのあたりですね、ちょっとたどたしく、どしくなってしまうと、このように意味のわからない日本語で訳されますので、まあ、自分の発音の悪いところですね、そして使っている単語表現、どんなスピーチをしたのかということを振り返ることができますので、この Google 自動翻訳、非常に実践的なスピーチ練習をするのに役立つと思います。ぜひ、視聴者の皆さんも自分の思いを英語で伝える練習されてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習ですけれども、NHK ワールドを使って私たちの英語力と情報力アップしてみました。皆さんはこのニュースで情報を得てどんなことを思いましたでしょうか。私は個人的にですね、モルドバがロシアから離れていくというのは、ロシアがですね、自分たちで作り出した恐怖を煽ってしまった、次はモルドバがウクライナのようになるんじゃないのか、攻められるんじゃないのか、それだったら、EU にですね加盟して一緒に守ってほしいと、一つになりたいと、こういう結果になっていったのではないかなと思っております。引き続き英語力情報力アップにつながる動画を上げていきますので、ぜひ英研究家事チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。一緒に英語力と情報力どんどんアップしていきましょう。 Thank you so much for watching my video till the end. I hope you like my video. If you like it, please subscribe my channel. I try to achieve 1000 subscribers on my channel. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.